BTS 防弾少年団 V 分析韓国反応福テテコーヒー飲めないの V ライブで普段よく飲まないコーヒーを飲んだテテコーヒーを飲んだ瞬間一瞬ブサイクになった画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され注目を集めています。防弾少年団テテは苦い味がする食べ物飲み物が苦手だそうですね。それでは BTS テテが好きな飲み物は何でしょうか。テテは飲み物の中ではコーラが一番好きだそうです。またたまには梨ジュースも飲んでるらしいですね。防弾少年団メンバーたちと一緒にビールを飲む時もコーラ、また喫茶店ではいちごスムージーを飲むテテ。この他にも苦い味がするからお酒、辛い食べ物は嫌いそうです。このようなテテの実態を知った韓国ファンの反応を集めてみました。1. コーヒーとお酒飲めないの？赤ちゃんだね。ふふふ。 2. かわいいかわいい。 3. それでは V ライブハワイだっけ？そこでスターバックスで飲んだコーヒーは。 4. その時テヒョンはバニララテ飲んだよ。 5. それでもマキアートは甘いから飲むんじゃない？ 6. テキーラ飲めそうな顔なのに。 7. テヒョンはコーラ性愛者、ハンバーガー性愛者だ。 8. 起きるや否やコーラを飲みますが。9. 顔だけを見ればお酒と性格強そう。 10. コーヒーも飲めない、酒も飲めない、炭酸だけ好き。 11. ふくてて2人ともコーヒー飲めないの。 12. コーヒーの代わりにいちごスムージー、ビールの代わりにコーラ。